ポンペイ最後の日は、イギリスの作家、エドワード・ブルワーリットンが1834年に発表した歴史小説。西暦79年、ベスビオ火山の爆発により、火山灰に渦漏れて消滅したローマ帝国の町、ポンペイを舞台に、マサヨシと悪の創国、様々な立場の登場人物たちの行動を経て、最後に火山の大爆発によるカタストロフによって幕を下ろす。 筋運びは単純明快で、魅力的な人間描写や読者の興味をそそる場面が多く、読みやすい小説であり、日本では少年少女向きの作品として紹介されることが多い。舞台は、ローマ時代。正義感に萌え人情に厚いローマの青年貴族、グローカスを、主人公に、この世の支配をもくろ階層、アーベイシーズ、兄と共に、全財産を奪われた。 美しい娘アイオン、グローカスにかなわぬ思いを寄せる可憐な盲目の少女、ニリア、キリスト教の不況に障害をかけるオリンサスなどの様々な人物を排して物語に膨らみを持たせ、一方では善悪を明確にして、その確実によるドラマティックな事件の数々を排し、最後に火山の大爆発による終末的状況下での善の勝利を描くなど、エンターテインメント性の強い作品である。 作者のブルワー・リトーンは、実際に、ポンペイに旅行してその様子を目にし、着想を終えて一気にこの作品を書き上げたという。ポンペイを訪れたキリスト教伝道師の老人、オリンサスは、ベスビアス火山が不吉な兆候を見せていること、救われるためにはキリストを信じなければならないことを、市民に説くが、アイシスの女神を信仰し、キリスト教を知らない市民たちは相手にしない。 青年貴族、グローカスは、例年通りポンペイで夏を過ごすためにやってきた。彼は、酒場で奴隷として使われていた盲目の少女ニディアを、助け、自分の召使いとする。目は、不自由だが理髪で起点が聞きこまやかな心遣いのできるニディアは、よくグローカスの期待に応える。しかし同時に、グローカスには、街を牛耳るエジプト人の大壮上。 アーベーシーズの悪を暴く目論みがあった。知り合ったアペサイデスとアイオンの兄弟がアーベーシーズの陰謀で莫大な財産を丸ごと奪われたのを知ったからである。アーベーシーズは妖術を使いポンペイの人々を騙してアイシスの女神を信じさせ悪事を働いていたのだ。アーベーシーズの手下を捉えて彼の悪事を白状させたグローカスはアペサイデスと共に アイシスの神殿に向かい、アーベイシーズに捕らえられようとしていたアイオンを助けるが、その時を自身が起こって神殿は崩壊、アーベイシーズは下敷きになって死んだかのように思えた。地震に驚いたポンペイの人々は、オリンサスの言うことを聞くようになり、キリスト教に回収する者も,も出てきた。アペサイデスもキリスト教徒となった。だが、アーベイシーズは悪運強く生き延び、 グローカスを毒薬で廃人にしようとする。彼は、グローカスとアイオンが結婚すると聞いて、嫉妬に燃える不豪の娘、ジュリアを通して、ニディアに人を狂わせる、毒薬入りの壺を渡した。ジュリアは、これは、グローカス様のためになる妙薬だ、と、ニディアをうまく騙してしまう。ニディアは自分を助けてくれたグローカスに強い行為を抱いていたので、グローカスのワインに毒薬を注ぐ。 それを飲んだグローカスはたちまち狂い出し、外へ駆け出した。ちょうどその頃、キリスト教に改修した市民たちが、アーベイシーズの悪事を告発しようとしていた。アペサイデスも、その一人だったが、彼は不運にも、アーベイシーズと出会って、剣で惨殺され、アーベイシーズは、気が狂って、そこへやってきたグローカスに罪を着せてしまう。グローカスは、 殺人罪で捕らえられ、円形闘技場で死子の餌食とされることになった。アーベーシーズはアイオンを誘拐し、閉じ込めてしまう。ニディアも彼の手のものに捕らえられてしまった。西暦79年8月24日、グローカスが処刑される日が来た。目が見えないニディアは、毒薬の分量を誤り、少ししかワイングラスに注がなかったため、彼はすでに正気を取り戻していた。 彼は、闘技場に引き出され、獅子たちが話される。だがどうしたことか、獅子は、グローカスを襲わず、何かを恐れるような様子を見せる。そこへ、ニリアの必死の働きで、アーベイシーズの正体を知ったグローカスの友人が、到着し、役人や群衆に向かって、グローカスの無罪とアーベイシーズの悪行を大やけにする。見物の市民たちは、獅子は、 無罪の人には襲いかからないぞ。アーベイシーズを処刑しろ。と騒ぎ出す。その混乱の中、天地を揺るがして火を吹く、ペスビアス火山。ポンペイ市内は、シュラの巷とかし、狂乱して逃げ惑う、人々の上から早い死が降り注ぐ。グローカスは、アーベイシーズと出会って、決闘を挑む。彼の剣は、見事階層の息の根を止めた。 捕らえられていたニディアとアイオンは辛くも脱出してグローカスにまみえるがニディアはそこで力尽きグローカスはかわいそうにニディアと男泣きに泣く。滅びゆくポンペイを後に難を逃れた人々を乗せた船が進む。グローカスとアイオンも二度と戻ることのないポンペイの街の後を遠く見ながら去ってゆく。本作品では火山の爆発が起こる前にライオンが グローカスを襲わず、うろたえるような仕草を見せる。動物が天変地異を人間より先に感知する可能性は古くから言い伝えられており、この物語のあらすじを紹介した雑誌、国際写真情報も関東大震災の特集号ということもあり、その点に言及している。第二次世界大戦後も動物による自然災害予知の方法が日本、中国などで研究されており、 広島異常現象として知られているが、なお不明の部分が多く、科学的、合理的証明は得られていないので、これをもって地震等の予知を行うことはできない。以下の作品を、はじめたびたび映像化されている。1935年の米国映画、ポンペイ最後の日は、本作に触発されて制作された映画だが、内容的には、本作とは関係のないオリジナル作品である。 ありがとうございます。